それでは皆様、プログラムを続けさせていただきます。ここではプログラムに載っていないサプライズ花火を上げさせていただきます。なんと、ここで最後に私の曲に合わせて花火を演出してくださったということで。そうです、ただいまより松本英子花火を上げさせていただきます。この花火に使わせていただく曲は僕から発表いたしましょう。松本英子、祈り火です。実は松本さん作詞作曲のこの曲、どんな思いを込めて作られたのか教えてください。はい、これは長野県にあります善光寺さんに奉納させていただきました平和をテーマに書いた一曲なんですが、子どもたちの未来を思って大事に大事に歌い続けている、そんな一曲です。松本英子、祈り火に乗せて花火を打ち上げます。それではどうぞ。広がるというのはとてもいいことで、素晴らしい時間をもらうことができまして、本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。